プロポーズしたんだ、ソウルについてきてくれって。結婚することになったら出てってもらうしかないんだから。あの子最近変じゃない？今頃そんなことに気づくなんて飼い主失格なんじゃないの？何でもいいならやっちゃっていい？板の上立つのお前なんだぞ。ねえ言ったよね、ねえ首残して同時って。どうしたのそのおでこ。どうもももです。ドライヤーで殴られた。ドライヤー？あの人その場でしつける主義だから。ちょっとももももも。そう、その場でしつけるんだよね、僕のご主人様。ねえちょっと待って、あの子最近変じゃない？海野さん珍しくピリピリしてんな。仕方ないよ、なんて言ったってあのホルステゴ指名で日本公演の総合演出任されちゃったんだよ。やべえよな。まあなんとかなるでしょう。何だったのよあのバカ力は。ママ！何でもいいって言ったよね。何でもいいならやっちゃっていい？もう2、3発殴っておけばよかった。で、それは何の薬なの？いわゆる睡眠薬と精神安定剤の一種。精神安定剤？しかも日本じゃ特別な処方箋がない限り手に入らない薬。あの子家出中で保険証もないはずなのに。渋沢委員。渋沢？渋沢ルミです。今頃そんなことに気づくなんて飼い主失格なんじゃないの？あの子だ。あの子のうち病院だって言ってたから薬持ってきてもらってたんだ。ピピピピ、ご
50度ですね。重い病気ですね。大丈夫ですか？ただいま。あ、お兄ちゃん。おお、なんちゃ来てたんだ。ねえ、お帰り。そんな笑って。全然普通じゃない。帰って怖い。飼い主がビクビクしてどうすんのよ。しっかりしなさいよ。ビクビクなんて、まあ、なんかあったら報告しなさいよね。はいはい、こうしてると全くいつもと変わりないのだけど、いや、くん、お疲れ様だ。郷田武志君のことなんだけどさ。え、君親戚なんだろ。どうしてそれを。蓮見君から聞いたんだよ。なんだよ、すごいじゃないか。部長、彼のことをご存知なんですか。当たり前だろ。こう見えて私はバレツですよ。グランジだよ。 あ、 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 でもすごいね彼。今度あの天才コレオグラファーのホルシテが初めて日本のバレエ団に振り付けするっていう作品に出演するんだもんね。ムンヘって？あ、そうなんですよね。さすが岩井君、すごい方をご親戚にお持ちだ。あ、すごい快挙ですよ。快挙ですよ。あ、やっぱりあれですよね、 すごく大変なことですよね、ダンサーにとって。想像つかないね、その重圧たるや。なんせ世界的な注目が集まるステージに立つわけだからね。プレッシャーは相当なもんだから。僕なんかもうね、想像しただけで気分が悪くなりそうだ。帰り。帰りじゃないよ、死んじゃるかと思った。まあまあ、全然食べてないじゃん。ちょっと食欲あんまなくて。ただいま。何してんの。お帰り。出かけるの。うん、しばらく帰らない。しばらくって。ちゃんと帰ってくるから心配しないで。じゃあね。ねえ、なんで公園のこと黙ってんの。私じゃ助けにならない。辛いこととかいろいろ、桃の助けになりたいって。私ちょっと待って。桃、ペットのことなんてほっとけよ。おとなしく家にいて好きな時に撫でたり構ったりできればいいんだろ。だったら他にいくらだっている。バカ、もうそんなんじゃない。じゃあ何。俺は
スミレちゃんの何？モモは。モモは。たけし。おう。はい。サンキュー。大丈夫？え？そろそろあの薬なくなる頃じゃない？ああ。うん。必要ならまた持ってくるよ。今はまだいいや。ありがとう。じゃあ頑張ってね。ねえ、ルミちゃん。もしかしてこれ書いたのってルミちゃん？ファイト？ダッサ、なにこれ？そっか。じゃあ。何してるの？別に。風邪ひいちゃうよ。理由は分かんないけど、帰れる気持ちになるまで一緒にいてあげる。大丈夫、大丈夫。ももは、ももだよ。大丈夫？ごめん。せの。スミレちゃんに十分助けられてるよ。外でどんなに打ちのめされても
子に戻ってきて桃になれるのが嬉しかったんだ。すっごい力もらえてた。俺大好きなの桃も、すみれちゃんのことも。だからまだ桃でいたい。すみれちゃんの桃でいたいの。懐かしい。すみれちゃんの匂い。それだよ、たけし。今の感覚忘れんな。やっぱたけしすげえわ。最高だった。ルミちゃん、ちょっといい？やっぱりこれ返す。何度もこれにすがりたくなったんだけど、いつでも飲めると思ったら乗り切れたんだ。変なことさせてごめんね。たけしのためになれたんだ。ありがとう、ルミちゃん。あ、岩井くん。え、私島中です。あ、びっくりした。あ、失礼。なんか雰囲気変わったよね。イメチェンしたよね。イメチェンというか、岩屋さんっぽくないですか、このファッション。というか、ほぼ同じ。構成変えた。わかります。これ、お願いします。はい。岩屋さんと同じだよね、香水。島中さん。はい。来週のリレーって山崎さんだから、金曜日までに原稿の依頼お願いね。はい。島中さん。はい。すぐにやらないことはメモに取っておいた方が。大丈夫ですよ、私って記憶力すっごいいいんで。でも先週メディア部に頼まれてた画像を流し忘れて大変だったわよね。細かいミスはまめに予防しないと。それに、あ、昨日頼んでおいた監督へのインタビューだけ。今やろうと思ってたとこです。いくら岩屋さんだってそんな言い方ないじゃないですか。人のことバカ呼ばわりするなんて。そんなつもりじゃ。気に触ったならごめんなさい。ひどい。14時5分前。
ました。大丈夫。リシャール監督の作品は目を通してきたし、聞くべきこともリストアップした。え？約束は11時に変更されたはず。え？あ、じゃあ監督は？別件で外出なさって。そうですか。大変申し訳ございませんでした。さん、はい。あのアラン・リシャール監督のインタビューの件、来週水曜14時にクラリオンホテルでって連絡来ました。ありがとう。一応そのメール私にも共有させてほしいから転送。島中さん。はい。どういうこと？リシャール監督のインタビュー11時に変更されたはずって。それなら私言いましたよ。聞いてない。確かに伝えました。岩屋さんちょっと上の空っぽかったけどちゃんと返事してました。お願いします。監督に直接お会いしてお詫びをしたいんです。ロビーで待たせていただいておりますので。待ってますから。これを13階にいらっしゃるアラン・リシャールさんにお渡しいただけないでしょうか。私、講談新聞社の岩屋と申します。はい、よろしくお願いします。よろしく。お帰り。お、え、どうしたの？ごめん、今すっごい嫌なやつになってるから話しかけない方がいいよ。嘘。嫌なやつってどんな？だから話しかけないでってば。会社で何かあったの？聞くよ。すっごいムカついてんの。うまくいかないことにも自分にも。分かってんの。うまくいかないのは全部自分のせいだって。でもどうしても他人のせいにしてる自分がいて。すみれちゃんはさ、何でも自分のせいかもって考えちゃうよね。だってそうなんだもん。いくら島中さんと話しにくいからってもっとちゃんと言いたいこと言って確認してたら防げたミスだったの。まあすみれちゃん気小さいからね。いやでもね、ちゃんと見ててくれる人はいるから必ずね。すみれちゃん、うん、鼻水出てるよ。やだ。はいはいはい。
もっと泣く？泣かない。何してんの、いきなり。あ、ちょっと元気出た。増田先生のコメント取れましたので、はい、あ、これからすぐあのメールで送ります。はい、失礼します。先生のコメント、今島中さんのアドレスに送信した。あなたの方から社に送って。これで一件落着。岩屋さんって顔が広いんですね。普段から信頼関係を築いておけば急な時助けてくれる。でも岩屋さんがあそこまでペコペコする必要あったんですかね。人にお願い事をするときは丁寧でありたいの。何？どうしたの？すみれちゃん、今すぐ劇場来れる？え？今すぐって公演19時からでしょ。いいからいいから。劇場の2階にラウンジスペースがあるんだけど、そこに来て。なるべく早くね。あ、それとたい焼き買ってきてくれたらいいことあるよ。え、たい焼き？じゃあね。え、ちょっと、たい焼き？こちらに郷田武史さんはいらっしゃいますか？マリー、武史にお客さん。ありがとうございます。岩屋すみれさんですね。え、お待ちしていました。こちらにどうぞ。スミレちゃん。おー、ボンジュー、スミレ。嘘、石原監督。僕の友人を紹介するね。アラン・リシャール。え？あ、ナイスとミーチュー。アイムスミレ・イワヤ from コーダニュースペーパー。あ、あ、アイアポロジェスフォーマイミスティック。ノー、ノー、ノープロブレム。ノープロブレム。This is your favorite. たい焼き。たい焼き。Yes. Oh, merci, スミレ。なんと、リシャール監督は、モモがローザンヌで脚光を浴びて以来、親交を深め合う間柄だったのです。おかげで急遽インタビューもさせてもらえたけれど、モモって一体どんだけすごいの？今日は思いがけずこんな貴重なお時間をいただけて本当に光栄に思っています。あなたからいただいたお手紙、アランが痛く感激していました。アランの作品全部見てくださったんですね。あなたのような熱心な記者の方からインタビューを受けられて喜んでると思います、アランも。それに聞きましたよ、タケシから。あなた、タケシの女神なんでしょ？たけしの大切な人とは知らずにごめんなさい。アラン、今回は来日する予定じゃなかったんですけど、たけしがフォルシテの作品を踊るのは見逃せないってそのために急遽日程を調整したんです。先日はこちらの手違いで大変ご迷惑をおかけいたしました。でも私が変更を連絡したのは確か島中さんの方だったかと。いえ、私の確認ミスです。本当に申し訳ございませんでした。大丈夫ですよ、もう。すみれちゃん、
し。うん。携帯。ありがとう、ゆきちゃん。最高。今日はありがとう。おかげでいい取材ができた。今日のモモ、かっこよかったよ。覗いちゃうかしら。じゃあ、リー。ソーリー。オッケー。よろしく。今日はスミレちゃんのために踊るよ。見ててね、俺の女神様。主役の郷田武史はダンサー泣かせといわれるホルシテの振り付けを彼本来の表現に昇華させて、来日中の映画監督アラン・リシャール氏は、僕は自分の映画の PR のために来たのではなく、たけしとホルシテのコラボレーションを見に来たついでに映画の PR をしてるんだ、同作品を絶賛。社長もその記事褒めてたみたいですよ。僕はね、ローザンヌの頃から彼に目をつけていたからね。部長、その記事読むの今日何回目ですか？まだ12回目。これリシャール監督のコメントが効いてるんだよね。そうだよね。すごいな、岩屋さん。こんな人と親戚だったなんて。いや、もう。じゃあ私、取材行ってきます。いってらっしゃい。いらっしゃい。行ってきます。岩屋さん、私って、違う、私反省してます。ごめんなさい。え？私ずっと岩屋さんの話聞かされてきて、だから私の目標は岩屋さんを超えることだったんです。でも潔く負けを認めます。負けって？この前売山さんたちに怒られちゃいました。こら、つまんない嘘つくなよ。そうなのか。私前の日に岩屋さんが14時って確認してるの聞いてました。岩屋さんはそんないい加減なことしません。私たちずっと岩屋さんの仕事ぶり見てきたから。岩屋さんの仕事ぶりは俺らが一番よく知ってんだよ。なんたってチームメイトだからな。売山さんたちが。でも私やっぱり岩屋さんみたいになりたいです。私みたい。仲間から信頼される、かっこいい新聞記者に。島中さん、岩屋に背を何恥じないように頑張ります。失礼します。どうした？お姉ちゃんに何でも言いなさい。兄弟の間で隠し事はしないって約束でしょ。え？大学辞める？ダメ。世の中そんな甘くないんだよ。ちゃんと学校出なきゃ、ね、お金が足らないならお姉ちゃんもっと頑張るから。いい？辞めちゃダメ。今晩ゆっくり話そうね。分かった？岩屋さん。安住先輩、帰ってらしたんですか？ああ、
さっき成田についてそのまま来て。お疲れ様です。どうでしたか出張。岩谷さんに会えなくて寂しかったよ。先輩。自分は蓮見さんの隣にいて当然って顔してるけど、そのポジションを得るためにはあんたの何倍も努力が必要な女だっているんだよ。話したいことあるんだけど、今晩時間あるかな。はい。ソウル決まったのかな。こんにちは岩谷さん。こんにちは。いやお元気でしたか。蓮見さん出張だったんですよね。もうすっごく寂しかったんですよ。ああ。じゃあお二人とも今晩あたりデートですか。私も仕事終わりでデートなんです。最近付き合い始めた彼と。そう。じゃあまた。うん楽しんで。鈍感な女。私があんただったらもっと彼を幸せにしてあげられる。うわ、キモ。あんただったらとか思うか、この私が。ああ、もう調子くる。あの二人に関わるのもうやめよう。まずい、こんな時間だ。岩谷さん待ってるかな。わからないから。やめたよ。いや、警察呼ぼうよ。呼べるものなら呼んでみろよ。困るのはそっちの方じゃないのか。僕をバカにするな。なんだ貴様。何があったか知りませんけど、暴力はやめてください。関係ないだろう。この女性は知り合いですし。知り合い。じゃああんたもこの女に騙された口か。だったらわかるでしょ。とんでもない嘘つきですよ。白金女子大のお嬢だって言ってたけど、調べたらろくに高校も卒業してなけりゃ父親はアル中だし、お母さんの入院代がいるってのも嘘じゃねえか。母親死んでんですよ。インクラリボー。素晴らしい嘘つき。はあ、カッコつけてんじゃねえぞ。大丈夫ですか。もしもし。何してんの。そんなに今。いやいや、だって。あ、遅くなっちゃった。どうしよう。先輩待ってるよね。ちょっと福島さん。大丈夫だったかな彼。なんで助けたの。分かったでしょ。私はそういう女なの。あなたに気にかけてもらう価値なんてないのよ。何？そのまんまじゃ帰れないでしょ。タクシー乗り場まで送っていくから。いい、一人になりたいの。行って消えて。
ゃあ気をつけて。じゃあ行くよ。先輩どうしてるかな。スミレちゃんキュンキュンしすぎ。私たちもうダメなの。好きだよ。人生の勝負に出る。アニョハセヨ。ハスミさんに会いたいから来たの。そんなんだったらいつも横取りされちゃうよ。寂しいです。スミレちゃんには俺が必要だし、俺がいなきゃダメなんだ。だからそばにいるよ、ずっとあなたのそばに。